トリガー、プコプカー。皆さんこんばんはということで、終わりの会、終わりの会を初参戦ということで、初ニャン参戦。実は僕見たことない。ごめんね。あ、そうか。何をしゃべると、またあのライブとはまた違うんですか。違う。いやいや、まあ違う。終わりの会一人でやってる。俺一人で。終わりの会のゲストは初かな、はい、初ゲスト多分ね、はい。今日は8月の2日。2日。で、ニャンは今。沖縄市の、とある、武田邸に、居候しております。なんで居候してるかというと、台風6号。で、帰れなくなり。帰れなくなり、ね。7月30日の日曜日に、ライブをしてるな。ライブをして、してうん、でその時に台風が、来るぞと言われてるから、スタッフの皆さんは予定を変更して次の日に帰ってったんやけど、あれ賢いね、みんな。な、にゃんは、にゃんは全く、まあ、いや、我々のこの経験する台風っていうのはね、まあ一日過ぎ去れば、いけるとか、まあね、だいたい台風来るぞ言うて、なんか備えをして、台風来えへんかったっていうパターンの方が多いよね、そう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 、これ大阪の場合はね。それがやな。まさか時速15キロで。日月火今日水か。4日足止めというね。はい、直撃を食らいました。明日も帰れるかどうかわからんというね。で、まあ、あの、はい、昨日、あ、そうそう、だから沖縄も今、スーパーも何もかもが全部休業、レストランも全く開いてなくて、ニャンはホテルで一人、飯に、飯食うことないやろと思って、ね、昨日、我が家に、うん、読んだんやけども、はい、家に帰れない。帰れる状態じゃないっていう。帰れないよね。見せたいんだけど、ね、ものすごい風で、ね。車の扉が開かないぐらいの恐怖なんですよね。はい、何風速もうヘッドパスカルで言うたら。930とか、ね。930パスカル。すごいよね。気がなぎ倒されてるぐらいの。だから、残念ながら、ここに泊まっていけと。そういうことなんですよね。帰れない。ね、そんなに距離はね、そう、近くないけどね、ちょっと車出せないよね。出せない。うん。もう、自慢のポルシェの車がちぎれても、ね。ポルシェがちゃんとある、ちゃんとあるのかどうかを確認ができない。うん、外に出れない。そうそう、駐車場ね。ああ、そうそう。立体駐車場が、ね、あるんですよ。どうなってんだろうね。そこにも見に行けない。そう。人生初やね、こんな台風、ちょっと舐めてたな。そういうことなんですよ。で、うん、沖縄にとっても、これ歴代最高。そうらしいね。なんか昨日言ってたね、うん、そんなこと。だから、うん、いや、いい経験や。移住したばっかりで、こういうのが経験できてよかったよ、はい。そういうことですね。と、うん、いうことで、せっかくやから、皆、はい、さんおるから終わりの会しようかな、みたいな。はい、終わりの会も久しぶりなのよ、ね。そうなんですよ。そう。いつぶりいつぶりやろ、俺多分。なんでサボってたの？いやいや。うん、なんか、うん、なかなか一人でやろうかっていうのはこれ、ならないよね。あと、夜眠くなるっていうのもあってね。だから、多分俺、大学始まる前に、一人で、なんかその、思いを語った記憶があるから、3月からかな。3月から。多分ね、今季初の。今季初やな。そう。これから、これ、この日が起爆剤となって。続くのかね。どうなるね。どうなんですか、ライブでは、世間話してますけど、うん、この終わりの会はどういうことですか？終わりの会はね、なんかね、いやもう適当に、はい、以前は寝る前にちょっと5分だけ喋って、うん、みたいな、ブログのショート版みたいな感じでやっててんけど、なんかいいことを言ってたの？言ったりもしてたと思うで、うんうん、ただね、YouTube ってやったことある人わかるよ。これ前も言ったけど、うん、結構アップロードめんどくさいよね。ブログは更新ボタン押したらパッと入るけど、このアップロード結構時間かかる。時間かかる。その間に寝てまうの。ああ、はあ、はあ。寝たらあかんの？いや、だから、ポンと押して、寝ていいんやけど、寝ていいんやけど、いや、一応確認したいやん。その間だってずっとスマホ起動してるわけで、なんか目覚ましも合わされへんしとか思うと、なんかだんだんめんどくさくなってやらないとみたいな。そう。けどね、まあ、何事も継続が大事やから、ちょっとね。久々にやろうかなみたいな、はい、だからこの緊急でね、うん、この武田邸にこの居候してるわけですから、これちょっとね、グラサンの調達がこれ間に合わなくてですね、ホテルに置いてきたもんで、急遽この家の中を探し回って借りてます。はい、借りてます。まあでもいいよね。いいですか。やってると思うんで、はい、
いやまあどうよ、この2日間、この居候生活。これね、まあ、何もやることないっていう状況。何も持ってくずに人の家に来るってすごいよね。2日間何もせずにって。せずに、こう。まあ、初めはちょっと気使ったけどね。まあ、これ、使ってたんや。使って僕なりにね、やっぱりこう、やっぱ人さんの家っていうのはですね。まあ、何があれか。まずね、これ、にゃんが偉いのはね、タオルを持ってきたことやね。ああ、そうやな。そう、あのサンダルでしょ、うん、で外からあのこの台風の中歩いてきて、この裸足でサンダル脱いで、そんな濡れた足でペタペタ、この新築の家に上がってあかんと思って、こうタオルを持ってきたところが偉いですね。偉いな、うん、これまず気を使いましたね。そうなんですよ、うん、でこれ雨降ってる、だから洗濯物もね、あんま増やしたらあかんということで、うん、あのその足拭いたんで、昨日お風呂を。あ、そうなんや。あ、そうやった、ね。そういう気づか、やっぱり気遣いのところは、これやっぱりね、職業部というか、あのサービス。さすがに。そうなんですよ。いやー、でも、昨日の夜はね、これ、あのマンションっていうのは、もう自動、この部屋の中の圧力と外のね、うん、あの気圧とのこの調整弁みたいな、うん、換気扇みたいなのがあるんですよ。うん、これがすごい音で。すごかったね。すごいよね。うん。今日一日すごかったけどね。ね、風がね。なかなか。あ、でもここは新築でね。やっぱ作りも今時の作りですから大丈夫なんでしょうけど、うん、古いお家なんかは。停電になってるっていうもんね。ね、なんか、何 ?3 分の1が停電って言ってるね、沖縄本島。うん。その、おとついですか、うん、あの、ご一緒したね。うん、フレンチレストランの、うん、もうこう窓が割れちゃうっていうので、ね、木で ね、やってたよね、ああいうの。そうかった、ね。でもそれ見たとき、初め、あ、ええー、デザインやな、お前。ちゃいます、言われて。これ台風の備えしてそうですか、言うて。ね、でもみんなやっぱ知恵があるよね。うん、やっぱ知恵がね。ね、うん。ワインですよ。うん、まあ、こういうニャンもね、うん、あの、まあ、ホテルもまあしっかりしたホテルでしたけど、うん、まあ、泊まる、まあ、家、そのホテルに戻られへんと思ってなかったもんやから、うん、窓を閉めてきたかどうかが、これ、ちょっと不安でね、まあ、もしかしたら、その家の中、ずんずんなって、課題な請求が。びちょびちょだって、吹っ飛んどんちゃうかな、その強風でな。そう、まあ、あのだ、冷房は消した記憶があるんですけどね。うんうん、そうそう、暖房消したもんやから、部屋の中が、まあ、もし窓が閉まってたとしても、うん、結構高温になったんでしょ。湿気取るやん。そう、だから大阪に持って帰ろう思ってた、うん、マンゴーのことが次心配になってきて、うん、もう売れてるんじゃないかと、食べる前に。湿気すごそうやね。いろんな心配をしなきゃいけない中でもな、ここの場所から動けないっていう。そうやね。まあ、緊張感もなくね。はい、今日はね、お互い、ほとんど喋らずに、パソコンに。仕事したね。仕事をね。ここぞとばかりに仕事したね。はい。はい、うん、先生は何してたんですか？俺は、あの、ちょっとセミナーの準備してたよ。この1日2時間しか仕事してない、俺が。あ、今日は何時間？ 7 時間。昨日も今日も、だいぶしたんちゃうか。こういう時にせんとな。そうね。うん、そう。そう、だから僕もそれ仕事の邪魔したらあかんと思うもん。嘘つけ。あ、そうね。そうよ。だからその1階の、1階のね、このロビーにあるちょっとした、うん、応接間みたいなのがある。そこのいい、いいよ、いいよね。空気でね。ラウンジがね、うんうん。そうなんですよ。マンションの外の植え込みの木がもう倒れかかってた。あ、ほんと。うん。いやいやいや、まあ、そんなこんなで、はい、だいぶ2日で飲みましたな。飲みましたね。うん、俺でも、これで終わりなのかどうかっていう、うん、ね、台風過ぎ去っても結構そう、ね、飛行機止まるからね、うん、まあ明日どうなるかやね、まあその時は止まればいいかと、はい、うん、どうなんですか。でもお、あの今週に仕事もあるでしょ。そう、そう、この週末ね、行けるかどうか、行けるかどうか、ね、これスケジュール穴開けたろ、これ。いや、これは迷惑よね。迷惑よな、あ、何としても行かなかよね、うん、どこ行くんですか。東京ですか。東京、東京。とりあえず本州まで行ければね、陸路をつながっていく、ね。そうね。ね、どっか飛んでくれたら飛び乗るけどね。この沖縄はどうにもならない。どうにもならんよ、こんなもん。うん。飛行機あかんかったら船で行こうかって、これまた余計危ないからね。いやいや、そうそうそう。なんでね、まああと木金があるから。
曜日の感覚も忘れてるけど、土日に土日仕事やからね。まあ金曜までに行ければいいけどね。うん、日本もこれ土曜日、これ花火大会が大阪であるみたいで、うん、日本が手伝いに入らなかったという重要任務があるんですけど、間に合うかなと。それよりも店大丈夫なのか、うん、店がね、もうほったらかしもええとこでね、うん、あのいろんなトラブルが あって、はい、社長がおらん。そうなんですね、今日もあの、うん、消防署の人が来たみたいで、あのニャンが出さないといけないその消防の書類が。あのないと店に置いとかなあかんやつがあるのね。ああそれチェック入って、うん、それがなかったと。どうしますかって、どうしますかって、そのどうもでけへんから、来週また来てくれ、消防署に。まあ、そんな事件が起こってますよ。まあね、いろいろあるわな、ね。うん、まあ、これも何かの学びがね。まあ、だから、こうね、ちょっと地震をなめ、地震じゃないや、台風なめたいかんっていうのはよかったね、はい。そうです。1週間かかるということは分かった。だから防災についてもね、うん、語り合いましたね。そうやね。うん、懐中電灯。ラジオと。ラジオ。あと、スマホの充電。スマホの充電。これだただ、今これ、停電でしょ、うん、だから充電できないから。そう、だバッテリーを買っとかないと、ね。バッテリーを買っとかなあかん。そう、それ持ってへん人多いんじゃん。そんなのあるのかな、このポータブル。あるあるある。充電器。充電器、うん。あれもあったじゃない、なんか車に。にこうつけて、あ、そうそう、ああいうのいるよ。ああいうのいるよね。そう、ああいうの、うん、ポルシェこうそういう機能あるのかな。一応ある、あるけど、うん、コード買っとかんといかない。あ、コードはない。コード、いや、ある普通のやつあるけどね。ああいうの余分に買っとった方がいいよ。だからほんまに停電なんてないと思ってるけど、結構あるからね、うん、この、ああいうの備えとかんといかないね。うん、だから水も買っとかないかん。冷蔵庫使われへんしさ。あ、さっき言ってたね、うん、備えて、冷凍食品を買い込んだ人が停電になって、そう冷蔵庫が全部止まっちゃって使えないから、だからあれやろ、なんかその新鮮でもいいご飯があるんだろ、新鮮でもいいご飯とかね、いや結構探せばいろいろ、そういうのね、はい、カット感と、そうなんですよ、うん、実はニャンの家はね、こうリュックサックがあります、うん、そこにいろんなこう簡易トイレであるとか、全部セッティングしてある、あれ阪神大震災の時に流行ったよね。うちにもあるで。ある、うん、そう。ああいうの大事やね。大事。そう起こるか。うん。ね。いや。まあ、ちゅうことで。ちゅうことで。そんな状況でございます。そんなこんなで。生きておりますので。そう。はい、ほんまになんかめっちゃ連絡いただいたけど、はい、生きてますので。これ、あの、テレビ見てるとね、うん、あのその全国ネットでも結構言ってくれてるから。あ、そうやね。安心してた。いや、だからめっちゃなんか俺、誕生日の時よりも LINE 来たもんね。生きてますか、生きてますか、生きてます。とりあえず、まあ家出てないからね。そう。ニャンはね、でも沖縄来てるっていうことはあんまり言ってない。あ、言わずに来たから、誰も来てないし。てか、社長はどこ行ってんの、どこ行ってんの、うん、いう雰囲気になっておりますね。で、まあ、ある人はね、まあ沖縄に遊びに行ってると思ってるから、もうざまあみろみたいな扱いも出ておりまして。まあこれも。まあまあ全て学びでございます。まあ、皆さんも気をつけてということで、はい、今日はこれぐらいにしておきますか。はい。これはでも、おやすみなさいっていう。おやすみ、終わりの会やからね。どういう締め方してるんですか。あ、覚えてないな。おやすみなさい。また明日。最後でおやすみなさいっていう。ちょっと先調べといたのかな。知らんのか。まあ、日本が長いから。はい、それでは。じゃまた、はい、またやりましょうか。明日ね。はい、おやすみなさい。ない。Goodbye.